で、その研究チームが解き明かした予言によると、8月23日に何者かの襲来が訪れると。どう思います？私は信じないですね。でも、この予言、過去にも当たった例が多く、それこそ黒い雨が降ると予言された去年2月の頃から。 I can take you anywhere, anywhere where you want. So show me your love and I will show you mine.君を乗せて朝まで車を走らせて真夜中のハイウェイを走り飛びますぐ Trust me now, I won't let you down. Trust me now, I won't let you down. あれ？2人だけ？あ、やっと来た。ごめんごめん、塾長引いちゃってさ。いやいや、来てくれただけ助かるよ。朝からずっと2人だもんな。本当？みんな受験に必死で文化祭は無理だそうで。俺も今日でノルマ達成したし、しばらく来ないかな。え？終わんないよ。毎年3年集まり悪いらしいし。なんか寂しいね。春は仲良かったのに、夏になったら急にみんな受験モードで。ね。深瀬君はどこ受けるの？夏の模試見て、その偏差値で行ける一番いい大学かな。学部はまだ決めてない。うわー、剣のくせに堅実。くせえ、堅実。深瀬君らしいね。らしいよ。らしいって何？ああ、私何手伝えばいいかな。ああ、え、新曲見てないの？え、昨日発表？そうだよ。見てない。もうやばくってさ。ちょっと待ってて、今見せる。見せて見せて。うわ、また剣が。山奥高校あるある。電話も使わないし。まあ、あと半年でおさらばじゃん。まあね。じゃあ、次までにプリントをやってくるよ。あ、ちゃんと迎えに来てくれた。相変わらずラブラブだね。うん。じゃあね。とりあえず3人の私、看板でも作っちゃう。うん、うん、ね、そうだね、うん、じゃあ、私工具持ってくるね。ありがとう。俺ちょっと運ぶの手伝ってくるわ。お、なんだよ。いやいやいや、なんでも。まあ、あかり可愛いし、頭いいし、優しいもんね。そんなんじゃないから。堅実っていうか、無難に生きていきたいだけなんだよね。今はみんな受験でイライラしたり、推薦巡ってギスギスしたりしてるけどさ、それって世の中の大半の人が通ってきた道じゃん。それを自分が当事者になった時だけ大声を上げて批判するのはないっていうか、特別な才能もなければ、やりたいこともない普通の人間は普通に塾に行って普通に受験するのが一番。あ、この前、俺の塾の浪人生が病んで塾辞めちゃったんだけど、どうするつもりなんだろう。普通の人間。少し前にみんな帰った。ああ、私はプール追い出されちゃった。そろそろ帰りなさいって。大会前なのに午前練とかありえない。このままじゃ結果出せないよ。優香なら大丈夫でしょ。さっき見てたけどすごい調子いいじゃん。確かに結構調子いいけど油断はできないよ。推薦かかってるし。琴美は推薦受けないの？迷い中。もう夏だよ。さっさと大学生になって水泳人生開花させたい。やっぱ才能開花させるには努力もいるけど、一番は環境だと思うんです。正直この学校の水泳部って私に合ってない。設備も悪いし
部員のモチベーションも低いし、あの中で将来水泳で食べてこうって考えてんの私くらいですよ。琴美もスポーツの方で推薦狙ってるみたいだけど、そんなに水泳好きだったかな。ねえ、この前も言ったけどさ、そろそろ二人で会うの控えよう。やだ。いや、俺第一志望 E 判定で必死なんだよ。だから一緒に勉強すればいいじゃん。いや、この前もそう言って結局やって終わっただろ。付き合ってるからやる、何がおかしいの。家で一人でする時間セックスに使ったと思えばよくない。声でかいって。あれって何も起きねえじゃん。もしかして準備来てくれた。まあルールですので。ありがとう。うわー、全然人いないじゃん。ねえ、二人どうしたん。私は補習、この後龍一と勉強会すんの。え、てか聞いてよ、私たちさっき廊下でヤバいの見ちゃった。なになに。我が校の伝説13浪生。13浪生え、知らない。知らないよ。この学校出身で医大目指して13浪してる人。そんな人いるんだ。まあ医大って難しいもんね。いや、だとしても13浪はないよ。やばかったよね。なんかこうふらふら歩いてて、なんか服も汚れてるし半分死にかけみたいな。バカにしすぎ。いや、龍一だって面白がってたくせに。それあれはもうネタだろ。てかもうバス来るから行くぞ。ちょっと待ってよ。あー、じゃあ二人とも頑張ってね。うん、ありがとう。バイバイ。で、帰るんかい。あの、僕は何をしたらいいですか。あ、ごめん。今深瀬とあかりが工具取りに行ってるから、二人が帰ってくるまでこの段ボール切ろう。騒がしいね。そうだな。
あのさ俺野口に聞きたいことあってさ。何？したものが暴れ回る事態が発生しています。校内にいる生徒の皆さんは落ち着いて体育館へ避難してください。体育館、本当に大丈夫かな？え？いや、なんでもない。ねえ、さっき私のこと押したでしょ。
崎やめろ。やめろって何？こいつ私のことを押しのけて逃げようとしたんだよ。これからどうすればいいの？大丈夫だよ、警察とかが来て助けてくれる。こんな山奥の学校にすぐに来れるかな？大丈夫、日本の警察は優秀だって言うし。それまでさ、私と話しながらここで待ってれば。ダメなんです。小学校の卒業式は前日インフルになるし、中学の時好きだった人は突然来た転校生に奪われちゃうし、今回も同じ学校から2人も推薦取るのは無理じゃないけど厳しい。それもう無理って言ってるようなもんじゃない。何なのその忖度。自分の実力不足なのは分かってるけどさ、いいじゃん、譲ってよ。西野さん、そんなにびっくりしなくても。私ゾンビじゃないよ。ねえ、仁科さんってさ、おとなしいと思ってたけど意外とやること派手なんだね。え、こっち来て。科学部顧問亀島の趣味、女子が着替えに使ってる部屋には大体カメラが仕込まれてる。さっきの仁科さんの様子も。やめて。ねえ、このこと黙っててあげるから私の味方してよ。私この現象って起こるべくして起こったと思うんだよね。古代遺跡に書かれた予言、今日8月23日に何者かの襲来が訪れる。もうこれ決まりじゃない？襲来ってこのことなんだよ、ゾンビ。私生きててよかった。こんなに楽しいことってない。何言ってんの？ゾンビに襲われる同級生、先生たちは全滅、必死に逃げ回る奴らを亀島のカメラで見物する私。あはは、ダメだ、笑いが止まんない。最低。友達殺しといてよく言えんね。勘違いだと思いますけど。ふざけないで、絶対押した。負け。てか龍一も何なの、守ってくれないわけ。は、守っただろエリナから。何言ってんの、龍一がさっさとエリナのこと殺さないから自分が襲われて結局私が助けたんじゃん。簡単に友達のこと殺せるかよ。ためらわなかったお前の神経疑うわ。はあ、なんでこんな大事な時に友達と彼女天秤にかけてるわけ。ちょっとやめなよ。うるさい、いい人ぶらないで。大体私はあんたのことも嫌いなの。頭いいからっていつもすかして内心バカにしてんでしょ。別にそんなつもりはないけど。ほらその態度、
私はあなたたちとは違いますって感じ。何深瀬、こいつのこと好きなの？さっきもかばってたもん。黙れよ。何なんだよこんな時に。俺は普通に生きてきたいだけなのに。私、仁科琴美です。仁科さん。ここまで一人で来たの？うん、実は報告があってここに来たんだ。もしもし、着いたよ。ああ、じゃあ私話すから音上げて。私、飯田夏樹から皆さんに朗報があります。なんと理科室には変態教師亀島が残してくれた学校中の盗撮映像がリアルタイムで見れるパソコンがあります。ぜひ皆さんも理科室に来て安全に身を隠しましょう。以上。移動するのに反対の人。じゃあ西村さんは残るってことで。ちょ、マキ。分かった、行けばいいんでしょ。いやだってさ、大事なものは大事なんだよ。恋人も友達も受験も全部大事なんだよ。それ別に悪くないじゃん。八方美人で何が悪いんだよ。俺は大事なものを全部均等に大事にしたいだけなんだよ。でもマキは違うんだよな。あいつは大事なものに順序がある。俺のことを一番大事に思ってくれてる。思ってくれてるのはありがたいんだけど、なんていうか疲れるっていうか、たまにすげえ一人になりたくなる。マキのことちゃんと好きなのに。ねえ、他にもう生きてる人いないのかな。どうだろう、もしみんなが体育館に集まってたとしたら確率はかなり低いだろうな。だよね。浅野くんさ、もしかして体育館にゾンビが集まってきてたのって気づいてた？ドアの鍵がかかって入れないとき、あいつらすぐに諦めたからそこそこの知能はあるのかなって。でも言葉を認識できるほどだとは思わなかった。申し訳ない。いや、なんで謝んの？あの時浅野くんにドア閉めてって言われなかったら、多分私今頃死んでたって。ありがとう。加藤さんは気にせず僕に頼っていいからね。そんな驚くと思わなかったわ。こっち来て。すごい、ドン引きだよね。でもこれでひとまず安心だね。だな、奴らの動きも把握できるし。飯田さん、ありがとう。いえいえ、どういたしまして。いやいやいや、私が何の目的もなくあんたたちここに呼び出すわけないじゃん。ちょっと待って、どういうこと？あんたは黙ってて。あ？さっきから何企んでるの？ねえ、地下道って知ってる？前に亀島が言ってたんだよね。大昔
大雨でこの山に土砂崩れが起きて、教師の生徒も校舎に閉じ込められる事件があったって。それでその後、緊急時でも抜け出せるように地下道が作られた。でもその場所は一部の先生しか知らない。ねえ、探してきてよ。はあ？どの道、ここから一番離れた塔の玄関まで8人で移動するのは無理。携帯だって繋がんない。もう私たちは自分たちの力で脱出するしかないんだよ。私と西野さんは初めからここにいた。だからここに残る権利がある。そうだな、見張りで二人だけ残ってもいいよ。叫んだよ、クラスメイトだぞ。じゃあこっから出てって。はい、10 9 8 7 6 5 4 3。私行く。あかり、ここにずっといてもしょうがないのは事実だから。じゃあ私も行く。じゃあ僕も。私やだ、絶対無理。龍一も残って私を守ってよ。え、俺と野口で中央と、加藤と浅野で南東を探そう。私は一人で平気。何言ってんだよ、女子一人じゃ危ないだろ。大丈夫だよ、ここは強がるタイミングじゃないよ。うん、僕がついてますから。とりあえず武器になりそうなもの集めてみた。ありがとう。あんたたちまでゾンビになられたらこっちが困るから。じゃあ残りは二人で。あのみんなごめん。いいよ、見張り頑張れよ。絶対に生きて普通の日常に戻ろう。無事でよかった。探そっか。ゾンビいないね。はあ、セナたち大丈夫かな。大丈夫、絶対大丈夫だよ。野口も俺も大丈夫。ないね。そうですね。加藤さん大丈夫？え？何が？いや、トイレとか。僕知っ
ってんだよね加藤さんの秘密。この前保健室でたまたま聞いちゃって、隠さなくてもいいと思いますけど。待って、なんならここでしちゃっても気持ち悪い。やめてください、僕加藤さんのことが好きなんです。こっち来ないでよ。今日だって加藤さんのために文化祭準備で来たんですよ。来ないで。私のお兄ちゃん、実は医大浪人してるんです。二郎、本当は医者になんかなりたくないのに、医者の家に生まれた男の子ってだけでかわいそうですよね。私だって行きたい進路があるんですよ。でもお兄ちゃんの浪人費用を考えると、もう国立現役合格しかない。そうなるともう文系で編学部ですよ。女じゃなければ私も理系行けたのかな。最近は現役合格のプレッシャーからおねしょ癖再発しちゃって、この年に夜中おしっこ漏らすとか、最低。加藤さんに恋したのは中学2年生の時です。彼女がいなければこんな山奥の高校入らないですよ。本当は大学も同じところに行きたかった。僕の家、神社なんです。高校卒業したら継ぐことが決まってます。神様とかいるわけねえじゃん、バカかよ。分かってるんです、僕が大学行きたいって泣いて言えば行かせてもらえること。でも本気で学びたいことがあるわけでもない。ただ好きな女の子と一緒の学校に行きたいだけ。けどさ、志望理由ってみんなそんなもんじゃないですか。加藤さんやるな。こっちも一致盛り上げますか。今調理室いないよ、チャンス。Ah!
して。え？不安なの。もう一回。なんで嘘教えたの？え？面白いから？まさか地下道のことも嘘とか言わないよね。あーさあね。あーなんか眠くなってきたな。ちょっと休憩。代わりにカメラ見といて。もしここにゾンビが来たら？そうだな、仁科さんおとりにするかな。仁科さんの小林さんにしたように。私は大学に行くの。大学で今度こそ明るい未来をつかむ。邪魔させない。彼氏も作ってサークルも入って、今までの私は捨てて、大学からは絶対キラキラするんだから。うるせえ、もう寝れねえじゃん。何する気？終わりのない退屈。どのルートに行っても穴だらけのゲームみたい。しかめっ面した大人と、その大人の敷いたレールを歩く同級生たち。みんなつまんない。つまんない。つまんない。でも、本当はわかってる。一番つまらないのは私。親を裏切って受験をボイコットする勇気もなければ、この受験の波に乗っかれるほど大人にもなれない。誰かが私の日常を壊してくれるのを待ってただけ。私が一番嫌い。そう。あんたたち聞いてた。え、とぼけんなよ。いつもいつも見せびらかすようにイチャついて。何何、怖い。龍一、何のために優香を殺したんだ。おい、なんで、なんで。私、龍一のお嫁さんになるのが夢です。私のママとパパも高校時代に付き合って、そのまま結婚して、今でもすっごいラブラブで。
だから大学も受ける気ないです。お嫁さんになるのが夢の私が大学行く意味って何？社会経験？お酒とセックスに溺れる日々が？そんなにお金使うくらいならマイホーム資金にしたいな。はあ、もういっそ子供でもできちゃえばいいのに。この教団どかすの手伝ってくれる？あ、うん。何にもないね。地下道を見つけた。ありがとう。一人でやったのか。うん、佐野くんは死んじゃったから私が。そっか。琴美ちゃんたちはまだ？理科室の方が近いのにな。少し待つか。そんなことより早く逃げよう。でも少し待とうよ。その間にゾンビが来たらどうするの？地下道の場所はシーバーで伝えれば大丈夫。セナ、どうしたの？え、何が？それより地下道なんだけど。左腕、どうしたの？噛まれたのか。違う。ゾンビに襲われてそのまま死ぬやつとゾンビ化するやつがいるのかって。受験するやつかしないやつなんじゃねえのか。俺が今まで見てきた生徒たちの死体は大体推薦で決まってるやつか就職組1、2年生だった。でも伏見先生は？伏見先生も資格の受験控えてる。この現象は全部受験が原因。
受験のストレスで発症するウイルスってことなら考えられねえか。そんなことある？俺もこんなこと信じられない。だから教えてくれよ。あかり！俺見たんだよ。あの時は離れてたし、嫌な見間違いだと思ったよ。知ってんじゃないのか。黙ってないで何か言えよ。深瀬玄君、普通でいることが美徳で、何かに怒り何かを変えようと努力する人をバカにする、私が一番嫌いな人。高3になってみんな何かのウイルスに感染したみたいにおかしくなりました。まるで落ちたら死ぬって思ってるみたいに。そんな時、14年間そのウイルスで苦しんでる人に出会ったんです。なんか彼見てると無性に解放してあげたくなって。けどダメですね、14年分のウイルスなんてほぼ呪い。死んだぐらいじゃどうもならない。で、その研究チームが解き明かした予言によると、8月23日何者かの襲来が訪れると。思います？私は信じないですね。でもこの予言、過去にも当たった例が多く、それこそ黒い雨が降ると予言された去年2月9日はアジアで火山噴火が起きたそうですよ。そういうのって、あの、自殺しに来たんですか？なんで？受験生ってみんな死にたがってる気がするから。あなた有名です、この学校で。君、そのリボン降参？あと数ヶ月もすればわかるよ、この受験地獄が。その地獄に14年もいるのってどんな気分ですか？死にたいね。今日死んだら何か起きるかもしれないですね。あ、遺跡のニュース見ました？見たよ。ああ、どうせ死ぬんだったら受験生全員巻き込んで死にてえな。私手伝いますよ。は？何言って。自分に対する圧倒的自信、それが周りをどれだけ卑屈にさせてるか。推薦一つで今までの人生リセットできるのかな。女だからって文系、女は減点、試験の段階から大人たちは薄汚い。のくせに夢とか希望とか持った若者が来て当たり前だと思ってる。勉強しましょう、家族を大事にしましょう、
たくさんいろんな経験をしましょう。やりたいことはやってみましょう。でも責任は取りません。失敗したら責めます。理不尽を受け入れていきましょう。それが世間のアドバイス。大多数の当たり前のせいで簡単な幸せすらつかめない。そして大多数の当たり前の人たちって退屈そう。生きてるのに死んでるみたい。ゾンビかよ。真っ青。